iPrint の中の一番下にある、スキャンの機能を使いまして、書類をスキャンしまして、そのデータを、エヴァノートとか Google ドックとかそういうのに保存する過程を説明します。それまず最初に原稿をスキャナーにセットします。お願いします。はい、はい、それではスキャンします。スキャンと、はい、今スキャン中です。ちょっと時間かかりますがお待ちください。あ、これ紙の大きさによってやはりスキャンする時間って変わるんでしょうね。何ですか、分かりました。ちょっと今時間かかってますね。はい、すみません。いいえ、はい、これでスキャンが終わりまして、あ、まだ終わってないかな。あ、スキャン中です。あ、これで終わりましたね。それでこれを、保存します。それで保存先はですね、ここに、見ていただければ分かるように、エヴァノート、Google ドックス、ドロップボックス、ボックスと、この4種類の中から選びます。で今回はエヴァノートに保存しています。これで保存できました。はい、じゃあ保存した内容を実際エヴァノートを開いて保存されているかどうかオンラインサービスで見てみます。エプソンプリントという新しいフォルダができました。その中に入ってますので、はい、はい、このように入っています。はい、どうもすいません。